ーメンウエスタンって何のこと？ある町にふらりとやってきた男がラーメン屋の美しい未亡人を助け、その店を町一番のラーメン屋にして去っていく物語。つまりシェーンのラーメン版。それがタンポポだ。なんだなんだ、元戻せ。行くまで何でもやると。ずらり勢ぞろいした色とりどりの男、男、男、フルーツアラモードみたいな、そして可愛い女たち。うわ、蓋を開けると美味しそうな男と女がぎっしり詰まっている。幕の内弁当みたいな。それがタンポポだ。鴨南蛮、エビの踊り、北京ダック、チャーハン、生牡蠣、オムライス、ゆり根の味噌汁、焼肉、納豆、スパゲッティ。ものすごい食欲。どこ行くんですか？こっち、こっち。何するんです？ここから覗いてごらん。ああ、てめえらの当たり前に作った当たり前のラーメンとやらを食べさせてもらおうじゃねえかい。初めての本格食べ物活劇、タンポポ。お腹を空かせて見に行こう。